私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。巨人は坂本勇人の女性問題には甘く、過去の原監督の1億円事件が再び注目されるのは避けたいところ。そもそも原監督自身、かつて女性問題をめぐって元暴力団員から1億円を要求され、支払いに応じたと2012年6月に週刊ふみはるに報じられた。その際、原監督は不倫関係と金銭の支払いを認める書面を発表したが、処分はなく、その年のペナントで日本一に輝いた。巨人坂本勇人、33が女性醜聞で大炎上しているが、なぜかスポーツ紙もテレビ局も完全スルーを決め込んでいる。坂本はこれまでもたびたび女性問題が報じられてきただけに、ファンからは本人による説明や何らかの処分を求める声が噴出。球団は醜聞を報じた、ふみはるオンラインに坂本と女性の間で示談が成立していることを回答した以外には公式な発表をせず、坂本はお咎めなし。報道翌日も試合に出場した。坂本だけではなく、伝統的に巨人にはスター選手に甘い体質がある。様々な場面で少しずつ報じる側が踏み込まないようにする傾向が強まっているのだという。9月6日に巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が自宅で倒れて緊急入院した。最初はある大手新聞社が容体について号外を出そうとしたそうだが、最終的には巨人からの発表に基づく横並びとなった。国民的英雄の安否に関わることで慎重を期したのは事実だが、入院後はテレビや新聞は周辺取材も自粛している。坂本の件に突っ込むと原監督の1億円事件にも再び注目が集まってしまうかもしれない。多くの記者はあと2年契約が残っている原監督の顔色を見ています。GM に近い前兼監督に睨まれたくはありません。それは、つまり、以前より記者が、スクープを求めなくなったということでもある。昔は選手やフロントにぶら下がりを打ち朝掛けをしていたけど、今はコロナもあって独自ネタを取るのが難しく、各社とも似たような紙面になる。現場でもスクープをもぎ取って孤立化するより仲良くやりたいという記者が多い。もちろん近年は地上波での巨人戦の放送が減るなどしたことで、巨人とメディアの関係にも少しずつ変化が生じている側面はあるのだろう。今やスター選手はメジャーに行くし、ファンの好みも多様化して、他の人気球団が増えたこともあって、メディアは昔ほど巨人頼みでなくなりました。とはいえ、オフに選手をゲストで呼ぶときは全国区での知名度が高い巨人の選手に声がかかることが多いですからね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。